はい、どうも皆さんこんにちは。今日はバッタキリギリス系の標本を作っていきたいと思います。ちなみにバッタこんな感じです。それではやっていきたいと思います。まずはじめにバッタの中に体内にある内臓をここから出してきれいに掃除をしていきたいと思います。だいたい僕は頭の付け根からピンセットを入れて引っ張り出します。結構グロテスクです。匂いも多少あります。苦手な方はちょっと無理かもしれませんね。取れた。とりあえず内臓は取れたんで、次に麺の方がいいかな。ティッシュをちっちゃくして、これを入れて掃除していきたいと思います。こんな感じですね。結構バッタとかはクワガタとかカブトムシに比べて腐敗がすごいんで、こういう作業は丁寧にしておきましょう。結構大変です。で、綺麗になったら、ここにお腹の中が何も入ってない状態になるので、ここに麺を詰めていくんですけど、今うちに麺がないんでティッシュを詰めていきたいと思います。いや、こんなもんかな。もうちょっとか。
でしょう。はい。じゃあ次に針で刺していきたいと思います。だいたいバッタは学術標本はこの向きで横、クワガタとかは背が上なんですけど、だいたい横向きでバッタなどは標本になっていることが多いです。なんでそれに倣ってやっていきましょう。使う針はシガ昆虫針の3号を使います。針の太さはお好みでお願いします。大体バッタは胴体かな、胴体に刺したいと思います。でいや、こんな感じかな。じゃあ次に足を整えていきたいと思います。よくやるのが後ろ足は奥側、横にした奥側を立てて、手前奥側を立てて、手前側は閉じて固定をします。こんな感じ。そして前足を整えて触覚を後ろに持っていって完成となります。足はこんな感じです。触覚がすごくデリケート、髪の毛ぐらい細いですね。伸ばしとこうか。こんな感じです。これでバッタ系はだいたいこんな感じか、羽を広げて見せるやり方もあるんですけど、今回は結構王道なやり方をやりました。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんも夏休みとかに時間があれば、興味のある方は
やってみてはいかがでしょうか。今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。